島野ひろと梶裕貴のラジオミステリー、いらしてあげないと。いやもうあなたと。いや好きが全くない上に最後バカ犬になりました、ね。このコーナーは僕たち二人がお送りする癒しのコーナーです、はい。学校や職場または家庭の中で疲れを感じているあなたのために僕たちが精一杯癒しを運びますが、はい。ちょっとここで一通メールを紹介したいと思います。はい、ミスティーネームナルコさんからいただきました。ありがとうございます。ひろたんゆうたんこんばんミスティ。いつも楽しく聞かせてもらっています。私事になるのですが、2月10日の、日にですね。もう過ぎちゃいましたけれども、高校の推薦入試があるんです。推薦といっても私は音楽家を志望しているので、本番は実技や視唱、聴音などをやらなければいけない、試験がたくさんあるんです。聴音か。そして、今年に限って定員オーバー。ひろたんゆうたんもしよければ応援してください。二人に応援されたら死ぬほど頑張れますということなんですけれども。まあちょっと過ぎてしまったわけなんですけれども、そうですね、死ぬほどは頑張れなかったんでしょうかね、まあでもですね、受験シーズンということで、はい、たくさん先ほども言いましたけど、受験これからなんで応援してくださいっていうメールがたくさんございまして、はい、で今回の癒しはですね、その受験生の皆様のために、まあ僕たちから、考えて、癒しを与えていこうかなと。なるほど、はい。この受験戦争を乗り切れる、っていう、そして終わった人は、その後の生活頑張れるようにということですね。そうですね、受験就職、頑張ってほしいなっていうところで俺たちが考えて言いますが、どっちから言いますか。ミスティジャンキュー、ジャンキュー、ラスコー、久しぶりに勝ったぞ。ちょ、はい、負けた。じゃあ、これ何、選べんのね。高校ですか。高校で、まあ、今回どんな設定でもいいですよ。じゃあ設定相手が決めません。あ、俺が決める。うん、じゃあ、ゆうたんの中で思い描く理想の男性像で応援してください。こんな人かっこいいなっていう、そういう大人な男性で。わかんねえ。よし、それは思うところでいいの。うん、かっこいい感じでお願いします。はい、はい、じゃあいきますよ。はい。3、2、1、ミスティ。お、元気か。久しぶりだな。お、受験か。そうか。お前がまだこの、この塾に来てた頃は、お前はそれはもう、出来の悪い女だった。でもお前変わったよな。俺のこの、大人塾に来て、お前はいい女になった。それはもちろん、勉強もそうだ。礼儀作法もそうだ。だけどな、お前は気づいてないかもしんないけど、見ろよ。いや、俺には見える。お前から色気のオーラが出てるぞ。大事なのはな、勉強だけじゃない。使え、女の武器を。頑張れよ。また困ったことがあったら、この大人塾で待ってる。以上です。はい、終了。何それ。わかんない。なんだその、使え女の武器をってどういうことだよ。いや、女の、ひろたん泣いてる。違うんだよ。あまりの衝撃に俺コンタクトずれちゃってさ。今ずっと君のやつを聞きながら俺コンタクトずっと探してんだけど、どっか行っちゃったよ。すごい、人のコンタクトをなくすわけ。すげえ。あーダメだ。あーダメだ。あれどうやってこれ。今脇汗がすごいです。
いや、あ、ちょっと、でも面白いな、女塾っていう設定。同じく、大人塾っていう設定。大人塾って何よ？え？大人塾って何だよ？だから、そう、なんだろうな。その、ただの勉強とか、そういうのだけじゃない。うんうん。大人として必要なものは何か。ちょっとコンタクト探さないでもらっていいですか、ラジオ中に。すっげえ言ってんだ。あった。出てきた、目から。笑った拍子にコンタクトが折れ曲がった状態で出てきたんだけど、今。大丈夫ですか？ああ、大丈夫です。すいません、はい。ありがとうございます。いやなんだよ、ひろたんのコンタクトが取れたことに全部持ってかれちゃったよ。ごめんごめん、でも大人塾ちょっと面白かったよ。大人塾面白いですね。あ、それ今度コーナーにしねえか。できそうですよね。俺も思った。うん、ワードとして良かったですよね。ちょっと面白かった。あとだから決め台詞は使え女の武器を、これが男性だった場合には使え男の武器を、うん、何それ、許可するっていう。面白いね。これが大人塾の塾長です。なるほどね。まあちょっとなぜか新しい設定だけ生まれたという僕の癒しかなんかでした。新しいコーナー生まれた、ね、さあそして待ちに待ったひろたんですけども。待ちに待ってないよ別に誰も。設定は、自分の中で、うん、理想の子供。理想の子供？理想の子供、子供像でこんな弟いたら頑張れるなっていう。そんなちょっと理想の子供像か。はい、ということで行きたいと思います。え、待って待って待って、ちょっと待って、ちょっとだけちょっとだけ待ってくれ、ちょっと待って、ちょっと待つとかなかったみたいですからって。そうだね、なかったね、このコーナー。行きますよ、3、2、1、ミスティ。なあ、あーどーん、あーどーん、あーどーん、あー、ごめんねお姉ちゃん。あ、どうしたの？なんか元気ねえよ。ああ、受験？受験って何？はあ、あ、テストみたいなもんなんだ。へえ、そうなんだ。はあ、なあ、大変だね。でも、さあ、なんかそんな、とにかく頑張るしかないんじゃないの？ねえ、そんないいから遊ぼうね。遊ぼうって。はい、ごめんなさい。すいませんでした。調子に乗りすぎました。はい、すみません。でも、まあ、頑張ったらいいんじゃないかなって思います。はい。調子に乗りすぎました。はい。あ、はい。靴揃えに行ってきます。はい。グリーンピースも残さないです。はい。すみませんでした。いつ終わんの？最後の方さ、別に何にも自分の話でした。自分の、だから。これが理想の子供ですか？だから、違う違う、もう、人の話は聞かないんだけど、怒られたらちゃんと反省できる子供。それによって、皆さんは癒されたんですか？違う、だから、なんかこう、いろいろ思い詰めすぎても、はい、もうこの子みたいにね、能天気な感じでっていうようなところですよ。ひろたんはこう何かと反面教師で教えますよね。こうなっちゃいけないよっていう、こうなっちゃいけないよっていう、ね、教え方をしますよね、うん、いやでも僕思ったんですけど、絶対途中でバカ犬が混ざってたんですよ。最近わんぱくなちょっと子供っぽいのやつ、絶対バカ犬出てきちゃいますね。出てくるね。どうそう、わんぱくな子供が反省すると大体バカ犬が入ってくるから。バカ犬が入ってきますね、うん、ということで、大人塾の塾長とバカ犬のもうほとんどバカ犬だったの。癒しでございましたけども、うん、まあ皆さんどうだったでしょうかなんて聞きません。うん、うん、怖いんで。そうですね、はい、何かしら、皆さん考えてもらってですね、うん、この二人の、この言葉から、うん、癒しを見つけてください。そう、見つけ出すのはあなたたちです。あなたたちです。僕たちはただ発信するだけですからね。そうです。知らないですそんな、はい、うん、とにかくお便りをくださいね、はい、うん、癒しね、癒しとかいろんなコーナーとかにお便りをください、はい、大人塾のメールも待ってるぜ。はい、待ってます。はい、何するのか分かんないけど。ということで、はい、以上癒してあげないと今夜もあなたとでした。はい。